記念すべき第1回目は健康情報番組生き生きライフのお時間です。この番組では心と体も健康な生活を送れるよう健康に関する情報発信や健康に関する専門家、団体、企業などをゲストにお招きしいろいろ話していく30分の番組です。お相手は私 FM ギノワン中地早見が務めます。さて、宜野湾市では、すべての市民が心身ともに生き生きと暮らす、暮らせる都市を目指して、健康宜野湾21を平成16年から測定したそうです。そこで、FM 宜野湾でも、ラジオを通して市民やリスナーさんに、健康に対し意識を強めていこうと思い、この番組をスタートしました。そして、この番組では、健康に関する疑問や質問、ご意見なども、募集しております。例えばウォーキングなどはどのくらい歩けばいいのかなとか、宜野湾市の健康診断はどこでどのようなことをするのかななどなど、メッセージをお待ちしております。メッセージの宛先は797@ぎのわん.com 797@ぎのわん.com です。失礼しました。797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また、FM ギノワンでは、ユーストリームとツイキャスで映像と音声のネット配信をしています。そちらからもお気軽に参加してください。この番組では、宜野湾市増進課健康相談センターからのご協力でお届けいたします。さて、宜野湾市の健康集団健診のご案内をいたします。宜野湾市では10月18日に永田小学校永田区で、集団健診を行います。ぜひご参加ください。はい、はい、続いて健康ステップアップの紹介です。はい、お願いします。対象者は平成27年4月1日現在で40歳から74歳、宜野湾市に住所を有し運動制限がない方。場所は健康相談センター。実施期間が10月26日から12月21日、毎週月曜日13時30分から16時です。申し込み期間が平成27年9月28日から10月16日まで募集しております。問い合わせは宜野湾市相談センター 898-5583 までお問い合わせください。それでは今日は宜野湾市健康相談センターからゲスト2人をお招きして健康相談センターに関するお話をしていきたいと思います。まず紹介の方をよろしくお願いいたします。宜野湾市健康増進課遠山と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて、はい、宜野湾市健康増進課の健診指導係から参りました池原志麻子と申します。はい、よろしくお願いします。すいません、パタパタで準備が間に合わず、早見さん、さっきから健康相談センターって言ってたんだけれども。あ、そうなんですか。保健相談センターですので、失礼しました。皆さん名称を間違いなく、宜野湾市保健相談センターですね。はい、はい、そうです。失礼しました。はい、実は私3年前にこちらで臨時として働いていたんですが、名前を間違えるというね、失礼しました。その当時から、池原係長と一緒に検診について、
増進課、増進課ですね、はい、に、検診担当として働いておりました。その時は、子宮頸がん乳がん検診担当したんですけども、やっぱりこの時に、同じ女性として同じ年代の女性が検診がちょっと低かったので、うん、ぜひこの機会にラジオとして、同じ20代30代40代の女性をもっと多くの人に検診してほしいなと思いまして、ちょっと私も宜野湾市の皆さん検診行こうってことで番組をスタートしました。はいはい、今の現状はどんなでしょうか、池原係長。そうですね、子宮がん乳がん検診についても、はい、受診率が、はい、まあ、大体 20% 前後で、うん、約8割の方が受けてない現状があります。うん、早期発見早期治療すると、はい、あのしっかり治る病気なの で、 そうなんです、ね、あの受診券が届いた対象者の方についてはぜひ受けていただきたいなと思っています。はいはいはい、はい、今あのちょっとテレビでも話題が出てるんですけども、やっぱり早期発見っていうのが大事なんでしょうか。うん、そうですね、がんが小さいうちだと、はい、リンパ節への転移も少なくなりますし、はい、あの根治術っていうんですけども、しっかり完全に取り除くことができるんですが、うん、やはりあの進行してしまっているがんを見つけた場合については、治療についてもかなり時間もかかりますし費用もかかります。うん、なのでできるだけ早めに、はい、あのしっかり早期発見での検診をお勧めしたいと思います。はいはいはい、これは、若い人でもやっぱりがんになりやすいとかあるんですかね。はい、一応宜野湾市の方では、はい、子宮頸がんについては20歳以上の方を対象にしてます。はい、乳がん検診については40歳以上という形で、はい、やはりあの、ね、20歳代の方についてもかかるあの割合がやっぱり高くなっているので、特に子宮がん検診については年齢を20歳からというふうに設けてやっています。うんうんうん、子宮がん検診が20歳から、乳がん検診は40歳から、はい、40歳からですね、ってことですね。はい、でも乳がん検診も実は30代の女性でも自分から、検診した方がいいとかもありますかね。そうですね、今、私たちが実施しているのが、うん、はい、マンモグラフィー検査、乳がん検診においてはマンモグラフィー検査といってレントゲンを使っての検査になるんですが、はい、その際にやっぱりあの40歳未満の方です と、乳腺がまだ発達しているので、うんうん、検査自体がちょっとあの判断がしづらいというところもあるので、はい、40歳未満でもし乳がん検診を受ける場合については、はい、エコー検査を、うん、あのお勧めしているんですが、はい、まあ、残念ながらちょっと宜野湾市の方では40歳未満の方についての検診がまだ未実施なので、はい、あのまあ、自己負担で受ける方、あるいはあの自己検診法といって自分で乳房を触ってチェックをするっていう方法を、はい、あの一応推奨しています。なるほど。はい、乳がん検診、子宮がん検診他にも集団検診というのがあるんですけども、はい、そちらのちょっと詳しい情報というのを教えてもらっていいですか。はい、集団検診はですね、はい、年間約、まあ、20回ほど計画していて、はいはい、そのうちの半分はあの土日の休日検診で対応しています。はいはい、集団検診においては、うんうん、先ほどお話ししたあの子宮がん乳がんの検診は、はい、あのまあ、病院での個別検診になるのでちょっと実施はしてないんですが、うんうん、集団においてはあの基本的な検診、はい、血圧測定、血液検査、尿検査、あるいはまた先生の診察等ですね、はい、基本的な検診プラス、胃がん検診、大腸がん検診等 の、 あの肺がん検診などですね、はい、を実施しています。うんうんうん、その中では、ちょっと注意事項とかで、この格好はダメだよ、この格好の方が検診しやすいとかですね、うんうん、ありますかね。あ、はい、そうですね、基本検診についてはまた、はい、あのお医者さんの診察があったり、はい、あと、胸部レントゲンについてはまた上着を脱いだりとかっていうものがあるので、うんうん、やっぱり脱ぎ着をしやすい服装で、はいはい、着ていただいて、はい、ということで、はい、あのまあそこら辺は促しているところはあります。はい、胃がん検診は、その前日に食べ物を食べたらダメとか。あ、そうですね、はい、あの胃がん検診についてはバリウムを飲んでレントゲンを取りますので、はいはい、胃の中に食べ物が残っていると正しい検査ができないので、
前の日は、まあ、9時ごろまでにお食事を終えていただいて、はい、翌日、まあ、当日検診の、うん、あ、検診当日の朝食は抜いていただいた形で、はい、胃袋を空っぽにして、はい、受診していただくことを皆さんにお願いしています、はい、なるほど。これは、誰でも来れるってことですかね。その日に来て予約するって形でしょうか。基本的には事前予約制になっていて、はい、検診の対象の方については、はい、検診ガイドというものを皆さんに お送りしてますので、はい、それぞれに記載されている受付期間に申し込みをしていただいて、はい、うんうん、検診の1週間前に検診セットというのをご自宅にお送りしますので、はい、その中身の注意事項等を、はい、見ていただいて、はい、当日また検診セットを持参して、はい、受診していただくような流れになっています。で、これは私がいる3年前とはちょっとか、はい、ね、状況変わったんですね、はい、検診の当日の早朝尿っていうのが、はい、やはり検査としては重要ということもあって、はい、朝起きて時期のおしっこを取って、まあ、専用容器に入れて持参していただくのと、はい、あと大腸がん検診については、はい、2日分の便を採取して提出っていう形になるので、はい、事前にそれを受け取って採便をして、うん、検診の当日持参していただくと、うん、来所する回数が、まあ、当日の1回のみで済むっていう利便性も含めて予約制を取るようになっています、はい、うん、はい、なるほど、うん、そちらは電話番号、電話で予約って形でしょうか。そうですね、はい、健康づくり財団というところに宜野湾市の方は検診を委託しているので、はい、そこに電話予約をしていただくか、はい、あるいはこの予約期間に、はい、まだ過ぎても定員が、はい、達していない場合については、うん、私たちのおります、宜野湾市の保健相談センターに、はい、連絡いただきますと、はい、また予約を追加で受けることが可能になっています。はい、わかりました、ありがとうございます、はい、宜野湾市保健相談センターは中はどういう内容になってるんですか。はい、はい、宜野湾市にお住まいの、はい、市民の健康づくり、はい、あるいはそれのお手伝いをする役割として、はい、位置づけられています、うん、生まれてくる前の、まあ、赤ちゃんですので、はい、妊婦さんから、うん、乳幼児、はい、あと、検診と子どもの検診としては、まあ、3歳児検診、1歳半検診などがあるので、うん、お子様をお持ちのお父さんお母さんについてはいらっしゃったことがあるのかなとは思います。で、あとまたその方々のお父さんお母さんの成人の検診も含めて、あといろいろな健康教室を企画しています。でそれ以外に管理栄養士だったり運動指導士、保健師が常駐しているので、気軽に健康に関する相談があった場合については、うん、活用していただきたいなって思っています。はいはいはい、これは宜野湾市では市役所の中ではなくて、そうですね、はいはい、出先機関になってまして、うん、かかず小学校、宜野湾市の前原にあるんですけれども、はいはい、かかず小学校の隣に宜野湾市保健相談センターがございます。はい、なるほど、はい、ではこの母子手帳などもこちらで受け取るってことになってますよね。そうですね、妊娠がね分かって、はい、まあ、先生と相談して、はい、母子手帳もそろそろ取ってきてくださいっていう場合については、はい、私たちの保健相談センターの方で、はい、母子手帳の交付もしていますので、はい、来所の方は、はい、こちらでやっております。分かりました。よく友達が、はい、あれ市役所来たけど母子手帳が受け取れなかったとか結構お話しあったので、はい、そういう場合は宜野湾市保健相談センターで配布してますのでよろしくお願いいたします。はい、ではまず CM を入って、羽衣ウォーキングの紹介したいと思います。
さて続いて羽衣ウォーキング大会の紹介したいと思います。先ほどゲストで紹介しました遠山ゆかりさん、お願いいたします。羽衣ウォーキングについてなんですけど、開催日などの、目的、失礼しました、開催の目的を紹介してください。すべての市民が心身ともに生き生きと暮らせる街を目指し、はい、健康への認識を高め、運動を行う機会の充実を図ることを目的に、第9回宜野湾市羽衣ウォーキング大会を開催します。はい、はい、それは場所とかはどちら、日時、場所はどちらでしょうか。はい、日時が10月10日土曜日、はい、うん、集合時間なんですが15時45分集合、16時スタートで、場所は宜野湾市海浜公園となっております。はいはい、これは、皆さんここに来たら歩けるウォーキングできるってことですかね。はい、申し込みがですね、はい、定員が800名になっていて、はい、もうウォーキング大会に参加される場合は申し込みの方が必要になりますので、もしまだ申し込みがまだであれば、はいはい、受付の方をしていますので。なるほど、はい、申し込みはまだ大丈夫ってことで、はい、定員にまだ達していないので、うん、はい、達するまでであれば当日も受付は予定していますので、はい、もし当日空きがあれば、はい、体育館の方で、はい、受付していただいて、はい、ウォーキングに参加することは可能ですので、はい、なるほど、まだ間に合うってことですね。はい、そうです。はい、コースについてはどちらを歩くんでしょうか。はい、はい、宜野湾市海浜公園内の 2.5 キロコースで、はいはい、大会後も継続的にウォーキングに取り組みやすいコースとなっています。はいはい、週2回以上ウォーキングを行うと健康増進や体力向上に役立ちます。はい、じゃあ普段から週2回をちょっと心がけると、それでも健康向上になるってことですね。そうですね。はい、よく、仕事している方は忙しくて運動ができないっていう方でも週2回でしたら気軽にちょっとできますね。はい、はい、そうですね。30分程度、30分でも OK。 はい、あ、なるほど、はいはい、じゃあ30分は、ちょっとね、深呼吸しながら歩くっていうのも気分のリフレッシュにもなりますね。そうですね。はい、なるほど。それではこのウォーキング大会はサンセットウォーキングっていうことなんですけど、はい、サンセットウォーキングっていうのはどういったのでしょうか。はい、今回ですね、時間、開始時間を、はい、16時スタートにしたので、はい、夕日が沈む16時スタート、はい、開会式が16時で、はい、歩き始めるのがちょっと16時30分ぐらいからになりそうなんですが、はいはい、涼しい時間に、そうですね、はい、歩くってことで、その時にちょっと、海浜公園の出島の方も歩きますので、はい、夕日が、はい、沈んでたらちょっと見ながらちょっとウォーキング、今ちょっと涼しくなってるのでね、はい、はい、そうです、うんうん、では気持ちいい汗もかけるってことで、はい、はい、ではこれは、ここの中でイベントもあるってことなんですけど、どういったイベントをするんですかね。はい、はい、今回はですね、障害スポーツフェスティバルというものも行いますので、はいはい、この障害スポーツフェスティバルの中で、はい、羽衣ウォーキング大会の方を開催します。はいはいはい、ですね、フェスティバルか、はい、ロックフェスティバルや、はい、フリーマーケット等もありますので。そうなんですね。もう本当にウォーキング、健康で楽しむっていうよりかは家族で、遊びに行くっていう形でも行けるってことなんですね。はい、そうです。はい、それが日にちが同じく10月10日で開催されるってことですか。はい、10月10日に、はい、ロックフェスティバルの方も行っていまして、はい、また12、13と催し物もありますので。はい、はいはいはい、10月9日に、はい、体力測定も行っているってことなんですけども、はい、そういったのはどうなのでしょうか。はい、10月9日金曜日午後2時から午後6時なんですけれども、うん、はい、こちらは障害学習科というところが主管科になるんですが、はい、体育館の方で、はい、体力測定ということで、はい、うん、この日頃の、はい、市民の方の体力を、はい、測定することができますので、うんうん、ぜひ
お足をお運びください。はい。はい、ゼッケンとかは事前に受け取るってことなんですけども、はい、その日時を教えてください。はい。受け取り日時なんですが、はい、10月9日金曜日の13時から21時と、はい、あと10月10日土曜日の13時から15時30分、はい。配布場所は宜野湾市体育館となっております。はい、ありがとうございます。では第9回宜野湾市羽衣ウォーキング大会ということで、日時が平成27年10月10日土曜日、参加費は無料でよろしかったでしょうか。はい、はい、で開催時間が15時45分から17時ってことですね。はい、はい、で会場が宜野湾海浜公園でやっておりますので、ぜひ多くの皆さんが参加しますよ。よろしくお願いします。それでは、チュラガンジュ体操をちょっと流していきたいなと思うんですけど、皆さんチュラガンジュ体操分かりますでしょうかね。この説明っていうのをちょっと池原係長、はい、じゃあゆかりさんお願いします、はい、どういったのかっていうのを、はい、はい、チュラガンジュ体操はですね、はい、市民がちょっと宜野湾市民メタボとか肥満がちょっと多いので、はい、それを解消しようということで、はい、手軽に、はい、運動できるようにということで、はい、肥満解消の運動も入れて、はい、この歌詞とかにも健康づくりの秘訣とかを盛り込んで、三味線の、はい、楽しい曲調のオリジナルの体操です。はい、わかりました。では皆さんちょっと聞いて、また踊れる方は皆さん一緒に踊りましょう。はい、いい汗かきましたね。はい、これチュラガンジュ体操は毎週木曜日、はい、宜野湾市保健相談センターでやってるってことなんですけども、職員さんと一緒にやってるんですね。そうですね、はい、職員の健康づくりということで、はい、ちょっと修行前にちょっと体を動かして、またこの8時半からの仕事を、はい、をちょっと張り切るためにですね、やってます。ちょっと明るい音楽になってるので、気分もテンションも高くなって、体もポカポカして、はい、仕事を始めにはいいかもしれないですね。そうですね、すっきり体を動かして、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。ではこの番組では宜野湾市の保健相談センターの協力でお送りしてるんですけども、また宜野湾市保健相談センターではこれからまた
健康診断とかですね、いろいろ健康に向けて進めていくと思うんですけども、これからまたなんか新しいイベントとか今からやるイベントとかございますかね。今は集団検診、そうですね、集団検診についてはもう年間計画で予定していて、はいはい、だいたい毎月2回から3回ぐらいですね。毎月2回から3回、はい、地域の公民館を使ったり、あと市役所などの場所を活用して、うん、あの検診の方を実施していきます。はいはいはい、分かりました。他になんか増進係の知らせで、先ほどザーって呼んだんですけど、健康ステップアップっていうのは、どういったのをやるんでしょうか。はい、ですね、健康に関する、知識と、実施ということで、はい、栄養の面とか、はい、保健の面とか、はい、あと運動のところから、はい、ちょっと知識と、実技で、はい、健康づくりの、向上を図るような教室ですね。はい、はい、ありました。これは、申し込み期間が、はい、9月28日から10月16日、はい、まだ間に合うってことなので、はい、定員はまだ達成ではないので、そうですね、20名なんですが、はい、今13名、あ、はいはい、申し込みの方がいらっしゃっているので、うん、あと7枠、はい、7枠、はいはい、空いてるってことなので、はいはい、それではこちらは問い合わせ先、電話番号をお願いします。はい、宜野湾市保健相談センター、はい、連絡先が 898-5583 です。はい、それではあっという間のエンディング時間です。この番組では宜野湾市増進課のご協力でお届けしました。それではまた来週お楽しみに。ありがとうございました。